はい、皆さんお疲れ様です。ゾウリと申します。逆転裁判、蘇る逆転、やっていきたいと思います。とりあえず、DS 版のね方は、プレイ済みです。初めての逆転いっていきたいと、やってみたいと思います。やってみたいと あ、そうか、声ないんだっけ。くそ、なんで俺がこんな身に。捕まりたくねえ、こんなことで。誰かがやったことにするんだ。そうだ、あいつだ。あいつがやったことにすれば。いや、いい顔ですね。8月3日午前9時47分、地方裁判所、被告人第二控え室。緊張するな。なるほどくん。あ、所長。なんとか間に合ったわね。どうかしら、初めての法廷は。こんなにドキドキするの、小学校の逆転裁判の時以来です。それはそれは、ずいぶんご無沙汰してるわね。所長、今日はすみません、忙しいのに。構わないわ。可愛い部下の初舞台だもの。それにしても、初めての法廷で殺人事件を扱うなんてすごい度胸ね。感心するわ、あなたにも、あなたの依頼人にも。はい。借りがあるんですよ、やつには。え？あの依頼人に？ええ、実は僕がこうして弁護士になったのも、ある意味やつのおかげみたいなところがあるんです。それ初耳ね。僕、あいつの力になってやりたいんです。助けてやりたい。おしまいだ。もう何もかもおしまいなんだよ。あそこで叫んでるの、あなたの依頼人じゃない？そうですね。死ぬぞ。俺はもう死んでやるんだ。死にたがってるわよ。はあ、なるほど。やはり有罪だ。俺を有罪にしてくれ。死刑なんでもなんで、死刑でもなんでもかっくらってさっぱり死なせてくれ。どうしたんだ。やはりダメだよ。俺ダメなんだよ。あの女がいない人生なんて死んだ方がマシだ。誰が、一体誰が彼女を教えてくれよ。なるほど。彼女を殺害した犯人か。新聞に書いてあるのはお前の名前なんだよな。本当だよな。僕の名前は、なるほど、龍一。3ヶ月前に弁護士になったばかり。今日は初めての法廷だ。さて、今回の事件は至ってシンプル。マンションの一室で若い女性が殺害された。逮捕されたのは、不運にも彼女と付き合っていた男。やはりまさし、小学校からの大親友だ。事件の陰にやっぱりやはりと言われ続けて23年。なぜかいつでもきついトラブルに巻き込まれている。ただ一つ言えることは、悪いのはこいつじゃない。ただひたすら運が悪いだけだ。いい奴だってことは誰よりもこの僕が知っている。そして何より僕はこいつに大きな借りがある。助けてやるんだ、絶対に。8月3日午前10時、地方裁判所、第二法廷。第二法廷？これより、やはりまさしの法廷を改定します。検察側、準備完了しております。弁護側も準備完了しています。なるほどくん、君は確か、
今日が初めての法廷だったかな。はい、緊張しています。依頼人が有罪になるか無罪になるかは弁護士にかかっています。弁護士である君がそんなに緊張していては困りますね。すみません。そうですね、裁判を始める前に本当に準備完了しているか確かめさせてもらいましょうか。ええ。うわー、頭の中が真っ白になってきたぞ。簡単な質問をするから答えてください。まずこの事件の被告人の名前を言ってみなさい。やはりまさし。被告人、それはまあ、やはり君のことですよね。その通り。そんな感じで落ち着いて答えればよろしい。じゃあ次の質問です。今日の裁判は殺人事件ですが、被害者の名前を教えてください。ふう、それならわかるぞ。あれだけ調書読んだからな。って、あれ？ど忘れしちまったぞ。名前なんだっけ？なるほどくん？あなたって人は被害者の名前も知らないの？そんなわけないじゃないですか。ちょっと忘れちゃっただけです。なんか頭が痛くなってきたわ。事件のことは法廷記録を見ればわかります。タブで好きな時に見ることができるから、いつでもチェックしておいてね。お願いだから。 RB って書いてありますけどね。はい、高日美香の解剖記録ですね。はい、答えてもらいましょう。この事件の被害者の名前は高日美香。合ってるよな。被害者の名前は高日美香さんです。よろしい。では彼女はどうやって殺害されたか。被害者の死因はこの画面でも見れます。死亡時刻は7月の31日、午後4時以降、5時まで。鈍器による一撃で、出血死ですね。なので鈍器で殴られた。正解です。鈍器で一発ガツンと殴られて。その通り。じゃあ質問はこれぐらいにしましょう。そしてそろそろ審理を始めましょう。君もだいぶ落ち着いてきたようですからね。はい、そうでもないけど。さてちょっといいですか、アウチ検事。何でしょうか、裁判長。絶対俺あれでアウチとは読めないね。今なるほどくんが言った通り、被害者は鈍器で殴られています。その鈍器ですが、具体的にはどういう？凶器はこの考える人の置物です。死体のそばに転がっておりました。うん。証拠品として受理しましょう。証拠品、置物のデータを法廷記録にファイルした。考える人の形をかたどった置物、かなり重い。なるほどくん。裁判が進むとこんな風に証拠品が提出されていくの。証拠品のデータはこれからあなたの武器になるから、タブで法廷記録をチェックしておいた方がいいわよ。ではアウチ検事、証人を呼んでください。まず被告人やはり君の話を聞きたいと思います。あの所長、僕はどうすれば。今は依頼人を助けるための情報を聞き逃さないこと。反撃のチャンスは後で必ずやってくるわ。彼が余計なことを言わないように祈りましょう。心配だ。やはりのやつすぐに興奮するからな。さて、やはり君、君は最近被害者に振られたそうですね。んだぞこれ。今世紀最高のカップルに向かってなんてことを。いきなりかよ。ただ最近電話に出なかったり、会おうとしても断られただけだ。なめんな。世間ではそういう状況を振られたと呼んでいます。実際彼女は君をほったらかして遊び回っていた。殺害される前日前の日も海外旅行から帰ったばかりだったんだよ。なんだと。そんなの嘘だ。俺は信じねえぞ。裁判長、被害者のパスポートです。亡くなる前日まで彼女はニューヨークにいたようですね。証拠品、パスポートのデータを法廷記録にファイルした。うん。
確かに帰国の日付は死亡の前日だ。そんな。彼女はモデルでしたが収入は大したことはありません。どうやら彼女にはパパがたくさんいたようです。パパ？お小遣いをくれるおじさんたちのことです。彼女は彼らからお金を援助してもらって遊んでいたわけだ。なんだって？被害者の高木美香はそういう人間だった。君は彼女についてどう思うかな、ヤハリ君。なるほど君、この質問には答えさせない方がいいかもしれないわね。ヤハリのことだ、とんでもないことを口走るかも。どうしよう、答えさせない。ヤハリ君は被害者が他の男性と付き合っていたのは知らなかった。したがって今の質問は事件とは関係ありません。何言ってんだ。なるほど、関係ないことあるか。舐めやがってあの女、死んでやる。もう死んでやるぞ。天国であの女を問い詰めてやるんだ。では審理を続けましょうか。とにかく被告人の動機はお分かりいただけたと思います。とてもよくじゃあ次の質問に移りましょう。事件があった日、君は彼女の部屋に行かなかったかな。どうなのかな。あ、何がどうなってんだ。どうなんだよ。あの様子じゃあいつ部屋に行ってるな。どうしよう。よし、あいつを送るぞ。正直に答えろ。ああ、確かにその、行ったよ、行ったさ。静粛に。それでヤハリ君、そんな目で見るなよ。あいつ留守でさ、会えなかったわけよ、結局。裁判長、被告人は嘘をついております。嘘？我々には今の嘘を立証する証人がいます。俺は話が早い。どんな証人ですか？死体の発見者です。彼は死体を発見する直前に殺人現場から逃げていく被告人ヤハリ君を目撃しているのです。静粛に、静粛に。アウチ検事、その証人を呼んでください。は。とんでもないことになってきたぞ。事件当日、現場のマンションで新聞の勧誘をしていた山野星夫さんを入廷させてください。山野さん、新聞勧誘員をしておられる？はあ、さようでございます。はい。では早速証言をしていただきましょう。あなたが事件当日見たことを話してください。事件の当日目撃したこと。勧誘しておりましたら、とある部屋から男が出てきたんです。男は慌てていて、ドアを半開きにしたまま行ってしまいました。おかしいと思いまして、私部屋を覗いてみたんでございます。すると、なんと女の人が死んでるじゃございませんか。私腰が抜けてしまいまして、怖くて部屋に入れませんでした。私すぐに警察を呼ぼうと思ったんでございます。でも彼女の部屋の電話は通じませんでしたので、それで近くの公衆電話から通報いたしました。時間ははっきり覚えております。お昼過ぎの2時でした。逃げた男は間違いなくそこの証人の方でございます。うん、やはり。なんで正直に話してくれなかったんだ。こんなにはっきり見られちゃ弁護なんかしようがない。ところで、現場にあった電話はなぜ通じなかったのかな。はい、事件があった時間、マンションは停電中だったんです。しかし、停電中でも確か電話は使えるはずでは？はい、その通りです。しかし、機種によって呼気の使用はできないのです。現場で山野さんが手にしたのは、そういうタイプの呼気でした。裁判長、念のため、停電の記録を提出します。証拠品、
停電記録のデータを法定記録にファイルした。事件当日の午後1時から6時過ぎまで、現場のマンションは停電だった。では、弁護人。はい。尋問をお願いします。尋問ですか。さあ、なるほどくん、いよいよ本番よ。尋問ってどうすれば。今の証言の嘘を暴くのよ、もちろん。え、嘘ですか。あなたの依頼人が無実なら、あんな目撃証言なんか嘘に決まってるでしょ。それともあなたは依頼人の無実を信じていないの。でもどうやって。鍵を握っているのは証拠品よ。あの証人の証言と証拠品のデータとの間には何か決定的な食い違い、すなわち矛盾があるはず。まず法定記録と証言で矛盾している部分を探すの。そして矛盾している証拠品を見つけたら、それをあの証人に突きつけてやりなさい。はあ。タブで法定記録を見ながら証言と食い違う部分を探して。勧誘をしておりましたら、とある部屋から男が出てきたんです。男は慌ててドアを半開きにしたままいてしまいました。おかしいと思いまして、私部屋を覗いてみたんでございます。するとなんと女性が死んでるではございませんか。私腰が抜けてしまいまして、怖くて部屋に入れませんでした。私すぐに警察を呼ぼうと思ったんでございます。でも彼女の部屋の電話は通じませんでしたので、それで近くの公衆電話から通報いたしました。時間ははっきり覚えています。お昼過ぎの2時でした。これですね。あ、こっちか。間違えてた。はい。死体を見つけたのが2時。間違いありませんか。ええ、2時でしたね。確かに。しかし、それはおかしいんですよ。この解剖記録の矛盾と、明らかに、データと明らかに矛盾しています。被害者が死んだのは午後4時より後なんです。2時に死体を見つけられるはずは絶対にありません。どうして2時間もズレがあるのであるんでしょうか。え、それは些細なことです。単なる記憶違いでして、私にはそうは思えません。山田さん、どうして死体を見つけた時間を2時だと。どうしてでしょうね。見事なツッコミを、なるほどくん。お笑いかな。そうやって矛盾を指摘していけばいい。嘘は必ず次の嘘を生み出すはず。その嘘をまた見抜いて、あいつを追い詰めましょう。あ、そうそう、思い出しました。ではもう一度証言してもらいましょうかな。死体を発見した時間について。死体を見つけた時、時間が聞こえてきたんでございます。あの音、時報みたいな時間感じで、多分テレビだったと思います。あ、でも時報にしては2時間もずれていたんですよね。多分被害者の方はビデオを見ていたのではないでしょうか。その音を聞いたから2時だと思い込んでしまったんでしょうね。どうもご迷惑をおかけいたしました。なるほど、ビデオで時報の音を聞いた。では弁護人、尋問をお願いします。なるほどくん、もうやり方はバッチリよね。任せてください。さて、死体を見つけた時、時間が聞こえてきたんでございます。あの音、時報みたいな感じで、多分テレビだったと思います。でも時報にしては2時間もずれていたんですよね。多分被害者の方はビデオを見ていたのではないでしょうか。でありますが、見てわかる通り停電記録が、1時から6時過ぎまで停電だったので見れません。ちょっと待ってください。そもそもマンションは停電だったはずですよね。この記録がそれを証明しています。テレビにしろビデオにしろ使えるわけがないじゃないですか。それは確かにその通り。山野さん、
どういうことですかな。いや、私もそのどういうことなのか。あ、そうだ、思い出しました。山野さん、証言は最初から正確にお願いしますよ。だんだんあなたという人物が怪しく見えてきます。なんか妙にくねくねしているしね。申し訳ございません。でも何分死体を見たショックで。もういい、わかりました。ではさらに証言をお願いしましょう。時間を聞いたことについて。やっぱり聞いたのではなく見たんでした。現場には置き時計あったじゃないですか。ほら、犯人が殴る時に使った凶器ですよ。おそらくあれで時間が分かったんだと思います。時間を見た。まあそれなら理解できますね。では弁護人、尋問を。わかりました。やっぱり聞いたのではなく見たんでした。現場には置き時計があったじゃないですか。ほら、犯人が殴る時に使った凶器ですよ。まあ見てわかる通り、人の考える人の形をかたどった置物です。ちょっと待ってください。凶器はこの通り置物なんですよ。これのどこが時計なんですか。うわあんた何なんだ、さっきから偉そうに。山野さん、質問に答えてください。私は見たんだ。そいつは置き時計なんだよ。裁判長、ちょっとよろしいでしょうか。どうしました、青内検事。この置物は証人の言う通り、実は置き時計なんです。首がスイッチになっていまして、時間をアナウンスするタイプです。時計には見えないので置物として提出したんです。なるほどね。凶器は実は置き時計だったと。どうかな、なるほど君。山野さんの証言は間違っていない。これは確かに時計なんだから。山野さんの証言についてもう問題はないかね。まだある。裁判長、大きな問題が残っています。その置物が時計だと知るためには実際に手に取るしかありません。しかし証人は部屋には入らなかったと証言している。これは明らかに矛盾しています。確かに。なぜ証人が時計のことを知っていたか。それは事件当日部屋に入ったから。あなたは嘘をついている。あなたはあの日現場の部屋に入ったんだです。なんだと。知らねえぞ俺は。そうだ、あの置き時計で被害者を殴ったのはあなただったんだ。彼女を殴った時の弾みであの時計は鳴った。あなたはその音を聞いたんです。静粛に。面白い。なるほど君、続けなさい。はい。山野さん、きっとあなたはかなり驚いたはずです。被害者を殴った瞬間、置物が急に喋り出したわけですから、その声が強烈に印象に残ってしまった。だからあなたは時間だけを妙にはっきり覚えていたんです。どういうつもりですか。そんないい加減な言いがかりは。いい加減かどうかは証人の顔を見てください。証人、どうなんですか。あなたが殴ったんですか。私はその決して。私が聞いた、いや見たのは。そういやそうだったな。うるせえんだよ、細けえことぐちぐちと。あいつだ、俺は見たんだよ。死刑だ、あの男を死刑よ。静粛に。裁判長、お待ちください。ただいまの弁護人の主張には証拠の欠片もありません。なるほど君。はい、証人が聞いたという時報がこの時間時計の音だったという証拠、そんな証拠はあるのですか。これは重要な問題だ、よく考えないとな。そうですね、山野さんが聞いたのはこの置き時計の音だったんです。それを証拠を証明することは簡単だと思います。それは時計を鳴らしている。
この場で置き時計を鳴らしてみればいいんですよ。裁判長、その時計を貸してください。いいですか？よく聞いてください。おそらく9時25分だと思う。なんか変なアナウンスをする時計ですね。まあ考える人ですから。で、このアナウンスがどうかしましたか？青内刑事、今本当は何時ですか？11時25分。あ、2時間遅れているんですよ、この置き時計は。殺人現場で山野さんが聞いた時刻と同じくね。さあどうですか、言い逃れできますか、山野さん。あんた一つ見逃してるよ。え、何のことだ。確かにその時計は2時間遅れてるみたいだな。だがな、その時計が事件当日にも遅れていたかどうか、その証拠がない限り証明したことにはならないぜ。そんなこと証明できるわけないじゃないか。うっさ、あと一歩だっていうのに。なるほど君、どうやらあなたはそれを証明するのは無理のようですね。はい。となると山野さんの言う通り、彼を告発することはできません。残念ですがね。ではこれにて大和星雄氏の対する尋問を終了します。人がわざわざ証言しに来てやったっていうのに犯人呼ばわりかや。まったく弁護士ってのはひどい連中だぜ。くそ、山の目。すまない、やはりもう少しだったのに。僕にはもうどうしようもない。待ちなさい、山の星を。千尋さん？なるほど君、ダメよ、ここで諦めちゃ。考えましょう。でももう無理だよ千尋さん。事件があった日に時計が遅れていたかどうかなんて今さら証明しようがない。そうね、じゃあいっそのこと発想を逆転させましょう。あの時計が事件当日も2時間遅れていたかどうか、そう考えるのではなく、そもそもあの時計がなぜ2時間も遅れていたのか、その理由を考えてみるの。なるほど君、あの時計がなぜ2時間遅れていたかわかる？イエス。あ、はい、それなら多分わかると思います。あなたはそれを証明する証拠品を持ってるはずよ。それを突きつけてやりましょう。どうですか、なるほど君、事件があった日には時計はすでに遅れていた。それを証明することができるのですか？できるというのですか？もちろん、ある証拠品でそれを証明することができると思います。はあ、ではできるもんならやってみなよ。では時計が遅れていた理由を示す証拠品を提示してもらいましょう。くれ。被害者は事件の前日帰国したばかりでした。ニューヨークと日本では14時間の時差があります。日本で午後4時だったとき、向こうは午前2時、前日の午前2時、時計で見ればその差はちょうど2時間になります。被害者は帰国後、時計の時差をまだ戻していなかったのです。だからあなたが聞いた時間は2時間ずれていたんだ。どうですか山野さん。静粛に。さて、ここへ来て状況は一変したと言っていいでしょう。青内刑事、山野保証は、はあ、あの先ほど緊急逮捕いたしました。よろしい。なるほど君、はい、正直なところ驚きました。こんなに早く依頼人を救い出した上、真犯人まで探し出すとは。ありがとうございます。
とにかく今となっては形式に過ぎませんが、被告人やはり正氏に判決を言い渡します。では本日はこれにて閉廷。いやー、そうか、騒がないんだね。お、山野という男は空き巣の常習犯だったらしい。親友の勧誘をしながら留守の家を狙っていたという。あの日、やはりが部屋を訪ねたとき、被害者は留守だった。彼が立ち去った後、山野は仕事をするため部屋に侵入。そして、部屋を物色中、被害者が帰ってきたのだ。なんか被害者の荷物軽くね？コンビニでも行ってきたのかっていうくらい軽いよな、あれ。逆上した山野は、そばにあった置物を手に取って。8月3日、午後2時32分、地方裁判所、被告人第二被害室。無事に終わったなんて信じられないよ。なるほどくん、やったわね。おめでとう。ありがとうございます。本当所長のおかげです。ううん、そんなことないわ。とにかく私久しぶりにスカッとしたわ。こんなにニコニコしてる所長初めてだ。そうだ、やはりのやつも喜んでるだろうな。死ぬんだなんでお前がそんな顔してるんだよ。なるほど、俺そろそろ死ぬからさ。いや、お前は無実になって、事件は終わったんだよ、やはり。でもよ、ミカは帰ってこないんだよな。やはり。おめでとうございます、やっぱりさん。やっぱり。どうかしましたか、やっぱりさん。いや、なんつうか、本当ありがとうっす。俺、一生忘れねえから。まあ、おい、助けたのは僕だぞ。あ、そうだ、これプレゼント受け取ってください。あら、私に？でもそれ証拠品じゃ。実はこれ、俺があいつのために作ってやった時計なんすよ。あいつとの俺との2個作ったんす。まあ、あなたが作ったの？これ。そうね、じゃあ記念にいただくわ。でもよ、なるほど、俺こんなにあいつのことを思っていたのに、あの女にとって俺ただのおもちゃだったんだよな。すげえ悲しいよ。やはり私はそうは思わないけど。え？彼女は彼女なりにあなたのことを思っていたはずですよ。はっ、慰めなんて。あら、それはどうかしら。ね、なるほどくん、分からず屋の彼に彼女の気持ちが分かる証拠品を見せてあげて。あ、はい、そうですね。 いきなり言われてもな。ね、くらい。やはりこれなんだよ。この時計がどうかしたのか。これお前の手製のオリジナル時計なんだよな。彼女こいつと一緒に旅行行ったんだぜ。たまたま時計がなかったんだろ。それだけでわざわざこんな重いものを持っていくか。まあ、何をどう考えるかはお前次第だけど。なるほど、今回のことお前に頼んでよかったよ。ほんとありがとな。これでよかったのかな。なるほどくん、証拠品ってこういうものよ。見る角度によってその意味合いはどうにでも変わってしまうわ。人間だってそう。被害者が有罪か無罪か、私たちには知りようがない。弁護士にできるのは彼らを信じることだけ。そして彼らを信じるということは自分を信じるということなの。なるほどくん、強くなりなさい、もっと。自分が信じたものは最後まで諦めてはダメ。じゃあ私たちも帰りましょうか。そうですね、
今夜は私パーッとごちそうしちゃおうかな。やっぱりさんの無実をお祝いしましょう。はい。あ、そうだ、やっぱりさんといえば、あなた彼のおかげで弁護士になったって言ったわよね。え、はあ、ある意味ですけど。今度聞かせてね、その話。ものすごく興味があるの。こうして僕の最初の事件は幕を閉じた。やはりのやつ、友達はいいなぁと連呼しつつも、あの考える人の時計以外に依頼料を払う気はないようだ。そしてあの時計は再びとんでもない事件を引き起こすことになり、やはりのことを話すという僕の約束は永久に果たされることはなかった。終わり。書いてあるね。はーい、新しいエピソードが追加されました。戻します。ちょっと長くなりそうなので、この辺りにしたいと思います。それではまた。